こちらオートクチュールのブースに来ています。中村さん、よろしくお願いします。はい、株式会社オートクチュールです。弊社は、広告のとブランディングと ゲームの制作をやっている会社になります。で、今回のブースでは、ゲームの方をフォーカスして、展示しております。で、ゲームの中でも、イラストレーション、あと 2D アニメーション、あと 3D のモデリングとモーション、あとはUI、UX など、クリエイティブに関わるところ全般的に行っているんですが、今回は、アニメーションのところですね。特に今言う 2D アニメーションと呼ばれるスパインであったりライブ 2D というところのをフォーカスした、展示になっております。で、今展示してあるのが、バストアップの、キャラクターモーション、表情のフェイシャルモーションの方ですねを、見せております。実際の制作画面をムービーでは見せているんですが、この部分、詳しく村上の方から説明したいと思います。アニメーターの村上と言います。よろしくお願いします。こちらの動画、先ほども話した通り、スパインティユーツールを使ってバストアップの、リアル投資の女の子を、制作している画面になります。今やっている作業というのが、目を閉じる部分の、モーションの修正部分という部分を制作しております。このスパインというのが、スマホの 2D ゲームとかでよく使われるツールになっておりますので、需要が高く使われているツールでもありまして、はい、そうですね、使いやすい、目の位置をこういうちっちゃい丸を指定することによって、そこがまばたきになってて、これ見てるだけのなんか私も使えそうって思いましたそうですね、トライアル版、体験版からできますので、すぐにダウンロードして触れることも可能ですので。そうなんですね、もうトライアル版はもうダウンロードできるというか。そうなんですね。こちらはSD キャラクターで、スパインっていうのが、SD 投資の低い SD キャラクターとかにゴリゴリモーションを入れるっていうのが得意でありまして、その立体視をちょっと、捨てる代わりに、この 2D のSD のキャラクターのモーションを多くつけてアニメーションに転用していくっていう形になります。すごい。その30度ぐらいだったら前後左右に立体感もある程度はつけれるので、少し立体的に見せるっていう制作のも可能になっております。すごい、ゴリゴリにモーションをつけるのが得意という名言もいただきました。あと、最後に弊社の会社の特徴なんですが、支社が結構ありまして、札幌、仙台、東京、京都、愛媛県の松山市、あとは来年高知の支社ができますので、そういうところで就職したい方、ゲームに携わりたい方っていうのは、ぜひ弊社に応募してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。